収穫、中エチジウムで染色した、ダッチ・ゲル・ダッチとはのこと。この方法では、編成材の濃度勾配があるゲルを用いて2本腐り、DNA を電気営動する。通常はポリアクリルアミド・ゲルを用い、尿素とホルムアミドを編成材として用いる。ゲル中に編成材の濃度勾配があると、2本、腐り DNA は、分子量の違いだけではなく、 編成しやすさの違いによってもバンドが現れる位置が異なるため高い分離能が得られる。編成した DNA はリン酸元の負荷電がバッファーによって中和されて移動しにくくなるため2本鎖 DNA が編成する位置の近傍にバンドが現れる。しかしこの方法では GC が豊富な2本鎖 DNA のミスマッチを十分に検出できなかったため GC クランプと呼ばれる40塩基程度の GC が豊富な配列が PCR の際に一方のプライマーの後側に付加される。この方法では付加電がクランプ部分で維持されるため分離能が向上しより GC が豊富で長い DNA を資料とすることができる。しかし GC クランプの付いたプライマーは60塩基程度となるため通常のプライマーと比較して効果となる。 本来は、日本ぐさり DNA の塩基配列の部分的な違いを比較的容易に検出する手法として、フィッシャー・トラーマンによって提案された。しかし、分離能の高さから微生物群集の解析にも応用されている。環境中の微生物群集は、多数の種を含み、その大部分が培養不可能であるため、培養することなく、多数の微生物を一斉に検出するための、 重要な手法の一つとなっている。複雑な微生物群衆の混合物を資料とした場合であっても、良好に分離したバンドから切り出された産物は、シークエンス反応に流用できる。しかし、複雑な微生物群衆に由来する DNA を PCR で増幅すると、キメラ産物が生じたり、DNA ポリメラーゼの増幅エラーによって間違った微生物種に帰属される可能性があるため、 増幅エラーの少ない φ 2 9 d n a ポリメラーゼによる予備増幅産後抗成活性のある DNA ポリメラーゼの使用 S1 ヌクレアーゼによるヘターデュプレックスの検出キメラチェックプログラムによる配列の確認などが併用されているプライマーの設計 GC クランプは通常最も配列しやすい領域に隣接するように また増幅した100から 400bps の配列中に、配列する領域が少なくても一つ、多くても二つの領域になるように設計する。濃度勾配ゲルの作成、適当な編成材濃度のグラジエントゲルを作成する。この時、電気営動の進行方向に向かって、編成材濃度が高くなるようにする。一定の温度に温めた手中で15分程度、プレランを行う。 電気、エ動・サンプルを、ロード後、一定電圧で行う。分離能を高めるため、低電圧で、一晩エ動することが多い。染色、周回、チジウムだけではなく、より感度の高いサイバーゴールドやサイバークリーン、アイなども用いられている。バンドの切り出し、非常に密集した細いバンドになることが多いため、メスではなく滅菌した、パスツールピペットや、 ピペットチップが用いられることが多い。切り出したゲルから手ワッファなどで DNA を溶出させ PCR を行った後シークエンシングに用いられる。バンドが十分に分離していることが期待できない場合には TA クローニングなども併用される。ありがとうございます。